呂布は劉備から可否を奪うと瞬く間に徐州全土を制圧した。ヨルベを失い妻子も囚われた劉備は呂布に和睦を申し出、呂布はこれを入れると劉備に妻子を返し勝敗の地を与えた。その翌年帝を戦勝した袁術が劉備を討つべく軍を起こす。劉備は状況の不利を悟ると呂布に袁術との仲立ちを求めた。袁術など呂布にとって相手をする価値もない雑魚だが、劉備の要請には久しくなかった心地よさがあった。人に請われ己の力を示す、そこにあるのは強者としての優越。呂布は劉備に仲立ちを約束すると、袁術が陣取る樹春へ向かった。長領、陳宮、呂霊騎も呂布と共に戦地へと駆ける。戦州袁術の軍に対し鬼神の軍がその部位を示す。呂布殿に思うところがあるようです。劉備殿はお人よしだからな。また誰かに騙されそうで心配だ。呂布の野郎、ふざけんじゃねえ。兄者を保護した気になりやがって。兄者を弟分扱いだ。思い出すだけで腹渡にえぐり返るぜ。兄者も兄者だぜ。なんであんなやつ。誰か酒持ってこい。すみません、張飛様がうるさくて。でも呂布殿にされた仕打ちを思い出すと。張飛殿はその素直な方ですが、劉備様も関殿も呂布殿には複雑かと。袁術軍の楊邦らとは窮地の中、近づくことができたなら離反を促せますぞ。父と私は袁術配下の艦船らに顔が利きます。接触すればこちらに引き込めるかと。様もどうして呂布なんかの力を。俺たちが弱いせいなんだろうか。父
神道殿と陳慶殿は広い人脈をお持ちです。これを使わない手はないと思いますが。北の橋は長らく壊れたままらしい。敵もそこから我らが来るとは思うまい。炎術軍は多くの兵を要している。対してこちらは貨幣。攻撃できれば状況も打破できようが。霊気殿に近寄っちゃダメだ。すごい霊気が背中を襲うからな。その霊気って呂布様の冷たい視線か。呂霊気殿、婚姻的霊気を逃しそうだな。炎術も劉備もどうでもいい奴らなのに、呂布様は意外と世話焼きなところがあるよな。そういや、トウタクを倒したのもそんな感じか。朝鮮殿、今どうしてるかね。炎術など捨ておいても良いもの。されど呂布殿は劉備殿のため動かれ、近頃私の意見はお耳に入らないご様子。今派手に動くと天下は遠のくのだが。私を己の子に目合わせようとしていた。この乱世、婚姻による同盟はよくある話だ。しかし鬼神の娘は炎術に過ぎたるもの。同盟なくしても我らは勝てると証明してやる。知らずな男は。炎術の息子炎陽ってやつらしい。しかも呂布様が断っても諦めないとか。呂布様の義理の子になるって勇気いるよな。呂霊気殿がいくら美人でも俺には無理だ。呂布殿、今日も不穏な空気ですね。あれ、それは言わないお約束ですか。災難だったな。炎術が攻めてくるとは。
呂布殿。心配するな。俺が炎術との間を取り持ってやる。感謝する、呂布殿。この騒乱の収拾、お願いいたす。行くぞ。歯向かう奴は全て蹴散らしてやれ。この戦、私が皆様を指揮いたします。くれぐれも勝手な行動は慎まれます。あとは鉄道隊の到着を待ちましょうぞ。ご乗船くださるか。そのご恩は策にてお返ししますの。もとよ、中心で好き勝手をさせねえぜ。現実機か、孫家の軍団が相手だ。ああ、戦場でじっとなんてしてられっけ。我慢できねえ。馬を持ってこい。前術を全部返し、私はそちらに
もながらお見事ですな。神経たちが敗走するとは。これで艦船らの離反は望めなくなりましたな。敵は大軍なれど、現実には漁船がない。ここは協力し、我らの優位に進む。なんで俺様が本陣の守備なんだよ。モニカたちは全然よ。我らに向かってくるとはいい度胸だな。ここで蜂の巣にしてやる。現実を配下の艦船らに顔が見えない。こちらへ引き込もうぞ。おお、橋は壊れているのですかね。工作部隊、修繕をお願いいたしますぞ。お前ら何してやがる。俺の目の前で小細工とはいい度胸だぜ。なくなりましたな。さあ急ぎ、急ぎ橋を直しましょうぞ。全然なやつらうまくやってんのか。ああ気まだぜ。これはこれは、いつもながらお見事ですな。
孫家の軍団が相手だ。戦場でじっとなんてしてられっけ。もう我慢できねえ。馬を持ってこい。人と世ということか。演術に善となし、わしもそちらに使おう。援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。万全。
弱よ。新たな帝たる地に勝てる者などおらぬわ。もはやこうなっては策は。こうなれば正面から攻めるほかありますまい。何、敵将が張飛を止めただと。何やら妙な借りができてしまう。さあ来やがれ、お前なんざひとひねりだ。貨幣で攻めをすると生意気な。めっちまいやがれ。戦場にて武を磨くのに。ありがとな、あなた。
このご恩は必ずお返しいたしますぞ。僕は私が出るしなさそう。いざ参るぞ。おお、よくやってくれた。ここでお互い矛を収めぬか。帝を戦したことを償えば。やかましいぞ劉備。呂布にいいようにされておいて何を上から。おのれやめろ。くだらん小競り合いなど見飽きた。貴様らも十分だろ。さあ、和睦しろ。呂布、貴様も何を寝ぼけたことを。ならば賭ける。俺が今からあれを弓で射る。当たったならば兵を引け。外れたならば好きにするがいい。いくら貴様でもあのような遠くのものなど。よかろう、その賭け乗ってやろうぞ。劉備、お前もいいな。貴様の弓馬をたたえ、ここは刃を収めよう。よし。呂布たちは呪春に治癒を示し、劉備と演術を和睦させた。戦果に満足する呂布だが、劉備たちは呂布への不満を募らせる。己の望むまま力を持って進む呂布。そのありようは天下を疲弊させる乱世そのものといえた。劉備は揺れる。吉見を捨て義を忘れ、今一度呂布と戦うべきか。そこへ彼の心を後押しするように曹操の使者が現れる。使者が携えていたのは共に呂布を討つべしという誘いであった。だがこれは呂布陣営に漏れ伝わり、呂布を激高させる。己は非道を歩もうと他者の不義理は許し得ない。呂布は陳宮、呂礼騎らと共に劉備がいる勝敗へと向かう。鬼神の怒りは神社の軍勢を焼き尽くすことができるか。両方戦って誰にも止められはせん。立つ地もなく人を頼みとして動く。
劉備は一体何を成したいのだろうか。なすべきこともわからぬ者に負けはしない。この戦、私が皆を勝利に導こう。緑様は誰よりもお強い。逆らう者は皆潰してしまえばいいんです。緑殿、今日はひんやり肌寒いですね。あれ、そうでもないですかね。あの、緑殿、姫の剣お忘れですか。両霊騎殿を私にくださいという。あ、自分で冗談だと言ったんでした。今更本気って。なあ、忘れてください。勝敗での勝敗の行方は分からんな。仕方ねえ、俺たちみたいな勝敗には分かりゃしねえさ。劉備も結構ひどいよな。なぜ呂布様ばかり悪く言われるのか。人徳ってやつがあるからじゃないか。呂布様はそれがないから最強なんだが。人徳を掲げうごめく獣劉備、やはり早く撃つべきであったか。このようなサジに振り回されてはおれぬ。私は呂布殿と共に天下へと進まねば。曹操も知恵の働く男よ。劉備を操り呂布殿を孤立させるとは。なんだかずっと同じことをしてるよな。奪い奪われ、騙し騙され、乱世ってしんどいな。俺もううんざりしてきたぜ。なんで緑様は劉備を生かしておいたんだ。こうなるの目に見えていたじゃないか。だよな、やるなら徹底的に潰さないと。そうすりゃこんな面倒も起きないのに。お前戦続きですさんじまってるな。みんなぐったりですね。でも俺は楽しいですよ。戦が好きで好きで仕方がありませんから。いやー、緑様についてきてよかった。長領殿の部は我らにとって不可欠。もっと呂布殿に意見しても良いと思うが。劉備と曹操が組んで呂布殿の命を狙うとは。いや、奴らにすれば呂布殿を恐れて当然か。敵にはあの関羽殿もいるだろう。常以上の気迫で退さねば。劉備を追い詰めても終わりませんよね。後から曹操が来るのは目に見えてます。劉備め、俺を裏切るとは。しかもあの曹操と組んだだと。許さん。まとめて叩き切ってやる。行くぞ、門を開けろ。開門します。ご武運を。俺劉備、俺に盾つくとは。全軍勝敗場へ進め。この俺が相手だ。
してまいりましょう。兄者んところになんだ行かせっかよ。エイトと張飛が倒す。張飛か、貴様ごときが俺に勝てるなどと思うな。おお、素晴らしきお働き。カコートン率いる曹操軍、南東より接近中。なるほど、巨人撃とは考えました。ならば中央を取り、歩兵でお迎えしましょう。一人で現れるとは面白い。私が相手になってやる。今が好機。伏兵部隊、曹操軍を翻弄せよ。嫌な予感当たっちまったか。本当にダメだな、この俺。お見事でございます。
叩いても開かぬ山門は壊すほかなし。先ほど見かけた投石機を使うとしましょう。通すわけにはいかん。幽閉部隊、呂布軍に矢の雨を降らせるのだ。シメザゴども、ちょうどいい。我が知略試させてもらおうか。敵め、こちらの投石機を使うか。歩兵部隊、山門から強襲、敵を迎え撃て。やっ、さすがさすが、呂布殿の武にかなう者などおりますまい。破れましたな。ではでは、進軍を再開しましょうね。逆の鬼神、兄者に近づかせはせぬ。この関雲長がお主を討ち果たさん。ふん、おい、俺を楽しませてみろ。間に合ったようだ。私たちもお相手願えるかな。雑魚が群れ来るか。いくら来ようが全て打ち倒してやる。私は各方向お相手が願おうか。最強の防御を見せてやる。楽しい時間だったけれど、そろそろ引くべき頃合いかな。敵将召し取ったぞ。敵め、ついにここまで来たか。起動せよ。劉備殿をお守りするぞ。短期で来たか。それを無謀というなら。敵将討ち取ったぞ。真の三国無双だ。異動なる乱世の化身呂布、道義を超え貴様を撃つ。お見事、見せつけてくれますな。
一度勝敗を捨て体勢を立て直さねば。思い知ったか劉備よ。俺に逆らう奴は誰であろうと打ち砕く。呂布たちは劉備とそれに組する曹操を破り勝敗から追いやる。だがその後すぐに彼らは連合し再度徐州へと進攻してきた。将兵の数と戦略に優れる曹操軍を前に呂布は徐々に後退。ついに本拠とする可否まで押し戻されるに至る。ここで負ければ先に待つのはまたしても流浪の日々か。否、今戦場を包む空気は今までとは違う。呂布は確実に自分を撃つという敵の明確な意思を感じていた。ならばそれを完膚なきまでに打ち砕き己が勝者となるまで。もとより呂布の天下はその繰り返しの果てにしかない。呂布、張良、陳宮は意を決して可否での決戦に臨む。乱世は今ここに一つの決着を迎えようとしていた。両方戦の部、誰にも止められはせん。曹操はこちらを完全に包囲するつもりですな。ふん、構わん。今度こそ俺がこの手で息の根を止めてやる。なりません。また苦杯を舐めることになりますぞ。我らがなすべきは城の利を生かし敵を誘い込むことです。援軍を演術に求めます。さすれば強撃がなり我らが優位に。呂布殿、策も援軍もいらん。俺はこの力で全てを打ち倒す。父上、呂布殿、なぜ私の言葉を聞いてくださらぬのか。これでは呂布殿の天下も私の体毛も。策でつかむ天下など俺の天下ではない。俺はこの部で天下をつかむのだ。状況は劣悪。このままでは危ういか。いや、諦めはせん。呂布殿と同じく私も武に命を捧げた身ならば、いかな逆境も刃にて切り開くのみ。父上、霊気、お前は出るな。曹操も劉備も俺が全て倒す。お戯れを。私はもう一人前の呂布軍の武将です。出撃のご命令を。座して待つなど私には死に等しいことです。わかった。外が騒がしいです。もう敵の侵入が始まっているかと。城の中枢の守りはわしに任せろ。だが危機に陥った場合は救援を頼む。後世殿の独り言聞いてしまいました。できればお忘れいただきたく。
敵が多いわ、味方の足並みは揃わないわ。こりゃいよいよヤバいみてえだな。命あってのものだねってな。動き方考えておくとするか。後世殿はきっと更生します。後世まで語られるような裏切りはしません。あいつ強くなりましたよ。単に両様に憧れてた頃よりずっと。今回の戦でもきっと生き残りますよ。呂布殿、今日は本当に寒いですね。あ、気温かこの場の空気かって話ですね。もう呂霊騎殿をくださいなんて言いません。ですがこの戦でもしも呂霊騎殿が危なくなったら、その時は私の命と引き換えにしても、呂布様、完全に陳旧殿を無視ですね。長領殿もいさめる感じじゃないですし、このまま破滅に一直線。呂霊騎殿はかなりお強い。さすが呂布様のご息女といったところか。反面脆さを抱えているようにも見える。呂布様と離れた時どう生きていくのか。兵たちの間に不安と疑念が高まっている。不義の城攻めや敗走を繰り返したせいか、我ら将とてその思いは同じ。この戦いかに戦うべきか。義賊殿、何か迷いが終わりのようですね。ああいえ、一介の兵士のざれ言です。貴族殿の呂布軍への貴族意識、ゾクゾクするほど低いですね。もうダメだな、勝てっこねえ。何が最強の鬼神だったの。ただの凶暴な野良犬じゃねえか。呪春で炎術に恩を売りましたからね。援軍を期待できるんじゃないですか。いつまでも劉備だの曹操だのを相手に、これでは天下に届く気がせんな。担ぐ大将を間違えたということか。ならば俺の目が節穴だったと諦め。曹賢殿の言うことを気にしないでください。ちょっと疲れてるだけです。総剣殿は総剣です。戦の勝敗はその総剣にかかっています。呂布様は最強なんですよね。もっとやりようはなかったんでしょうか。敵が城内に入り込んでいるようです。このままでは。ふん、それがどうした。城に入られたところで何も変わらん。曹操も劉備も俺が全て倒す。門を開けろ。天下をつかむのはこの両方戦だ。開門します。
策も援軍も必要ない。敵は全て俺が蹴散らしてやる。おそらく何かの策かと。ここは慎重に対処せねばなりますまい。援軍とは願ってもない。おなら巻き返しましょうぞ。ちょうどいい。我が知略試させてもらおうか。侵入しようか。兵糧庫と武器庫に敵が接近中。家計部隊のようです。ノリ、これで勝ったと思うなよ。お見事、見せつけてくれますな。敵は全て打ち砕いてやる。各殿が動きましたね。各文献中枢への一番乗りを目指します。気は進まぬ。これも我が子ヨウのためだ。よくよ、この炎航路が加勢しよう。御霊騎よ、この炎陽が助けてやろう。を出し得たならば俺の妻となれ。兵糧庫に敵の家計部隊が侵入。兵糧が全て燃やされてしまいました。よし、そろそろ出番だな。まるで負ける気がしないぜ俺。天霊、武器庫に敵の家計部隊が侵入。一撃の時は全て焼かれてしまいました。その勢い誰にも止められますまい。その首もらい受ける。いざ。しぶといな。まあ、俺が行きゃひとひねりよ。ここまで敵が侵入してくるか。他の戦線はどうなっておるのだ。各文献お手合わせ願います。いざ。お見事、見せつけてくれますな。
敵の家計部隊が侵入。備蓄の武器は全て焼かれてしまいました。つまらぬ。李万世、またの名を勘が冴える男ってか。今日はダメだ俺。楽しい時にまた頼むわ。敵将撃ち取ったぞ。戻って無策の目が押した。伝令、兵糧庫に敵の家計部隊が侵入。兵糧が全て燃やされてしまいました。かような失態を演じるとはお恥ずかしい限り。ちょうどいい。我が血が流れさせてもらおう。おお、素晴らしいご活躍。ユフ殿、敵の動きをご覧あれ。これで守りきりました。では城門を閉じ、敵の侵入を防ぎましょう。城内に気を取られてくれて嬉しいよ。おかげで水系がうまくいきそうだ。わあ、水、川の水だ。これじゃ城が沈んじまう。水とは予想せなんだ。この新高台がいながら何ということか。いやいや、取り乱しては俺、今は敵を迎え撃ち体勢を整えなくては。短気で来たか。それを無謀というのだ。
壁は壁は我らを守るもの。それを除く意味はお分かりなのか。不審な兵を発見した。私が迅速に排除する。しろ、邪魔をするな。山らは俺がなぎ倒してやる。やあ、敵だ、敵が来た。壁壊してる場合じゃねえ。短期で来たか。それを無謀というのだ。返しましょうぞ。その勢い誰にも止められますまい。素晴らしいご活躍、お見事です。願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。
勢い、誰にも止められますまい。ないわ。そう、己の一撃
さすがは鬼神力。誰よりも強く、だが誰よりも愚かだ。この状況すらさっきと。父上、気は済んだか、呂布よ。貴様の乱世はここで終わるのだ。呂布は死力を尽くして曹操と劉備の軍と戦った。張良、陳宮も奮戦し、数えきれないほどの敵を撃った。だが彼らの力をもってしてもなお戦の趨勢は覆らない。兵は倒れ、将は傷つき、呂布の軍は次第に軍としての姿を失う。最後に残ったのは満身創痍で奇声を上げる呂布たちだけだった。曹操は勝利を確信すると将兵に命じ、呂布たちを捕縛する。洛陽での十条寺の乱から10年にも満たない歳月、戦い、奪い、奪われ、ひたすらに騒乱の中をかけた日々。抱いた野心も燃やした怒りも全て戦場の中へと消えていく。烈火のごとく生きた乱世の鬼神呂布、今その最後の時が来た。呂布殿、私の策に、策にさえ従っていただけていれば。策だと？策など俺の部の邪魔をしただけだろう。邪魔とは随分な物言いですな。策を聞く耳さえ持っておられれば、負け戦などなかったでしょうに。やめられよ。お二人とも矜持を損なわれるな。座興は終わりか。では貴様らに問う。わしに仕え、我が波動を支える気はあるか。董卓一人も殺せなんだ男の道、なぜ支えられましょうや。逆に曹操殿が私の道を支えるのであれば、手を貸してもよいですがな。棒に散る男の軍師として名を残すと、この陳高台、生涯の不覚だが、その防衛とも今日ここまで。来世こそは必ず我が地を天下に轟かせん。敗将には語るべき何事もなし。敗将とは笑わせおる。貴様は呂布の部を追うだけの男、未だ何者でもないわ。わしの戦場で戦い、武を求めよ。死にたくばそこで死ぬがいい。
連れて行け。そうそう、貴様が俺を使うだと。ふざけるな。ふん、わしでは不服か。劉備、お主が呂布を使ってみるか。生かせば乱世は深まるでしょう。ふん、聞いたか。貴様はここで死すべき男よ。貴様らごときが、俺は最強の両方戦だ。よかろう、それは覚えておいてやる。さらばだ、乱世の鬼神よ。